破産寸前吉田です。32個は64スレッド、世界最強ライゼンスレッドリッパー 2990WX 搭載、ダイヤのスリッパ PC の続きです。前回故障したマザボを新品に交換したスリッパ PC ですが、相性問題なのか故障なのかわかりませんが、12番円の電源ユニットが正常に動きませんでした。結局 CWT の激安電源だと快調に動くという残念な状況ですが、続きをやっていきます。買い物依存症を強く疑われる吉田。未開封の PC パーツがたくさん溜まっています。買っただけで満足しちゃうんですよね。そのお宝の中から本日はスレッドリッパー専用空冷 CPU クーラーを試してみようと思います。クーラーマスターのレイスリッパーです。AMD とクーラーマスターの共同開発商品で 2990WX にも対応するという空冷 CPU クーラーです。自作 PC オタクなら知っていると思いますが、 2990WX の登場と同時期に発表された製品です。これを使ってほしいというご要望をたくさんいただいていたんですが、なぜか日本で発売されていませんでした。しかしついに発売が開始されたので買ってみたわけです。正直言えば、なんで 2990WX と同時発売しないんだよとは思います。ちなみに現状は 360mm の巨大な簡易水冷クーラーを使っています。なんで最強クラスの簡易水冷を持っているのに今更空冷にするかといえば、見ればわかるでしょ。でかすぎて邪魔なんです。 2990WX は発熱がやばいという説を信じて一番でかいのを買ったわけですが、ベンチ台からはみ出すほど大きくて扱いにくいです。チューブも邪魔なので水冷から空冷にしたいとずっと思っていました。この空冷 CPU クーラーの構造はこんな感じです。中央にファンがあってヒートシンクでサンドイッチされている構造です。ファン1個ですが 2990WX を冷やしきれるのか少し心配です。まず思ったのは箱がでかいですよね。作業机に固定しているカメラでは入りきらないほどの大きさです。実は水冷から空冷に変えることで PC ケースの選択肢を増やしたい、小型化したいと思っていたんですが、この巨大さだと逆にケースの選択肢がない可能性がありそう。想定外です。雑に開封したら CPU グリスが少しえぐれちゃいました。あくまで見た目の印象ですが、最初から塗ってあるグリスはあまり熱伝導率が良くなさそうです。付属品は本体と簡易説明書、ケーブルです。本体を軽く見てみます。かなり巨大、想像していたより一回り大きいです。質感や作りは非常にいいです。こんなに高級感がある CPU クーラーは初めて買いました。まあ高級品なんですけどね。2万円近くするので 360mm の簡易水冷より値段が高いです。あと見てわかる通り組み立ては一切不要です。箱にはバラバラの絵が描いてあったので組み立てがめんどくさそうだなと思っていましたが、安心しました。ファンはこんな感じで埋まっています。分解できるのかわかりませんが、ホコリの清掃は大変そうですね。もちろんスリッパ専用設計なので、 CPU との接触面はスリッパのサイズに合わせて巨大です。ただ専用設計なのでスリッパ以外では使えません。取り付ける前にメモリーを交換しました。動作確認用に 4GB を1枚だけ挿していますが、さすがに発熱を見るのに1枚ではダメですよね。メイン PC からコルセアの 8GB×4 枚をレンタルしました。本当はスリッパ用に 64GB 分のメモリーを買う予定ですが、クーラーとの干渉問題もあるので、スペースがどのくらい余裕があるのか確認してから選ぼうと思っています。とりあえず動作確認したんですが、もはやおなじみのブルースクリーン。 Windows は起動しましたが、速攻でブルースクリーンで落ちてしまいます。ブルースクリーンとはお友達みたいなもんです。驚きもしません。原因ですが、確実にメモリーです。4枚挿していますが、なぜか1枚認識していません。ちゃんと刺さってるんですけどね。このメモリーは実験用で何回も抜き差ししまくっているので、接触が悪くなっているのかもしれません。ファミコン方式で抜き差ししたら治りました。でもブルースクリーン地獄は抜け出せません。原因はメモリー速度です。 XMP プロフィールを読み込んで DDR4-3200 で動いています。3200は欲張りすぎですよね。なので2666に速度を落としました。2666なら安定して動きます。メモリー問題が解決したので、水冷から空冷にアップグレードをしていきます。皆さんに言いたいことは、 360mm はやめた方がいい。定格で使うなら最大でも 240mm にした方がいいです。でかけりゃいいってもんでないことを今回学びました。この簡易水冷の悲しいところは、ライゼンスレッドリッパー専用設計なんですよね。スリッパ以外では使えないです。Core i9 に流用できたらよかったんですけどね。残念。
取り付けはすごく簡単です。ライゼンスレッドリッパーはソケットに取り付け用のネジがあります。なのでバックプレートをつける必要がありません。そのまま乗せてネジで締めるだけです。CPU クーラーって取り付けがめんどくさいものも多いですが、この手軽さは魅力的に感じました。ちなみにネジを回すといずれ回らなくなるタイプです。締めすぎたり緩すぎたりする心配もありません。 CPU グリスはトラブルメーカー吉田義雄推奨の MX4 を使おうとも思ったんですが、破産寸前なのでもともと塗ってあるグリスを使ってケチることにしました。ケーブルをつなぎます。流行りの RGB LED 内蔵なので LED 用の SATA 電源が必要です。つなげなければ光りません。 LED の制御は汎用 LED 端子ではなく USB 接続です。マザーボード上の USB2.0 端子につなぎます。ファンは普通の4ピンです。 LED がいらない場合はファンコネクターだけつなげば OK です。映像では伝わらないかもしれませんが、なかなかの存在感です。CPU の上に四角い箱が乗っている、そんなイメージ。かっこいいんだけど、こんなクソでかいクーラーが入るケースってあるんでしょうか。心配になってきました。個人的に気に入っているのがスリッパのロゴ。もちろん7色に光ります。他の部品とのクリアランスを見ていきます。あくまで ASRock X399 プロフェッショナルゲーミングの場合です。メモリーですが、僕が使っているメモリーはヒートシンクが低いタイプです。それだと指1本分、15ミリの隙間があります。このメモリーは33ミリの高さがあるので、48ミリ以下のメモリーだったらぶつからない計算です。剣山みたいな巨大なヒートシンク付きメモリーは避けた方が無難です。このメモリーであれば CPU クーラーを外さなくても抜き差しはできます。PCI スロットは一番左のスロットもちゃんと使えます。ギリギリですけどね。ケース選びに重要な高さですが、基板面から 168mm 前後です。なので 175mm 以上の CPU クーラーが入るケースが必要ですね。小型なのは厳しいです。ミドルタワーケースでも大きめのもの、もしくはフルタワーケースが必要かもしれません。電源オン!さすがに天才の吉田でも CPU クーラーを変えたくらいでは壊れませんでした。LED の光り方ですが、初期設定では線の部分が7色に光ってライゼンロゴが白く光ります。カメラで撮ると色が薄く見えますが、実際は鮮やかで明るさも十分です。かなり綺麗に光っています。 LED の変更には専用のソフトが用意されています。これで自由自在に変更可能です。いまいちポイントとしては他の LED と同期できないと思います。例えば ASRock のマザーボード LED 制御ソフト ASRock RGB LED と同期させることは多分できないです。できるのかもしれませんが、僕にはやり方が分かりませんでした。光り方の種類を全部お見せします。単色で光るものは自由に色を設定できます。流れる演出のものは速さの調整も可能です。明るさも変更できます。映像に映っているのはレインボーです。7色に光る一番派手な演出です。スタックトゥです。光が積み重なる演出です。メテロです。単色でジグザグに色が流れます。チェイスです。 S 字に色が変わっていきます。ボーナスです。全体の色が変化します。モールスコードです。入力した文字をモールス信号に変換して光ります。カラーサイクルです。単色で徐々に色が変化していきます。ブラッシングです。設定した色で点滅します。最後にスターです。全体が光るのではなく、ところどころ光ります。ちなみにロゴや左右のラインは独立して設定可能です。需要があるか知りませんが、全部別々にすることも可能ですし、ロゴだけ消すとかもできます。とりあえず一番派手なレインボーにしておきました。多分最終的には単色発光にすると思いますけどね。光り方より重要なこと、風冷でも32コア64スレッドの 2990WX を冷やせるのかですよね。とりあえず CPU-Z のベンチ機能で CPU 使用率を 100% にしました。条件は簡易水冷と空冷、 CPU ファン 100% と CPU ファン 50% の比較になります。結果のグラフです。青が水冷、オレンジが空冷です。実線がファン全開、点線がファン 50% 回転です。 2990WX の場合はサーマルスロットリング発動温度が95度になります。95度を超えないようにクロックが下がっていきます。ここで注意が必要なのは、 2990WX の CPU 温度は実測値プラス27度の温度が表示されます。95度でも実際の CPU 温度は68度しかありません。
70度で43度です。グラフの数値だけ見ると温度が高く感じますが、実際はそこまで温度は高くありません。なので最大負荷時に70度以下、実測値で43度にしたいっていうのは不可能に近いです。結果としては水冷ファン 50% と空冷 100% がほぼ同じ結果でした。空冷でも80度、まあ、実測値でいうと53度、なのでサーマルスロットリングが働く温度まで15度の余裕があります。水冷全開だと6度低い74度まで下がりますが、実際問題としては音が爆音すぎます。静音性を考えてないサーバー並みの爆音です。3連ファン3つが全開で回り、正直この状態で乗用したいとは思いません。水冷でも 50% くらいが現実的です。ただしファンの音を数値で表すと、水冷 50% の時で 44dB、 空冷 100% で 50dB になります。水冷はファンが3つあるので当然といえば当然ですが、同じ冷え方の場合は水冷のが静かです。空冷 100% の音ですが、静かとは言えませんが許容範囲内です。インテル純正クーラーの全開回転よりは静かかなと感じます。その程度ですね。参考ですが OCCT のリンパックで負荷をかけます。これは温度上昇を見るというよりは、このパソコンが安定して動作するのかを見るために実行しました。初期設定からの変更点は AVX オプションをオンにして、実行時間を1時間から30分に短くしています。アイドル時間が6分あるので、まあ簡単に言えば24分間 CPU にとんでもない負荷をかけるという試験です。結果です。どちらも問題なくテストをクリアしました。OCCT の温度は27度のオフセットが入ってない温度です。ファンは全開条件です。水冷は最大温度でも40度、オフセットありで67度までしか上がりませんでした。空冷は最大51度、オフセットありで78度です。 CPU-Z の負荷値より低めですが、部屋の温度が18度前後まで下がっていたので、その影響だと思います。どちらも問題ない温度範囲内だと思います。CPU の周波数変動ですが、どちらも同じような変動の仕方ですね。空冷水冷で差はないです。一つ気になったのが空冷 CPU クーラーの排熱方向です。後ろ側から吸って前に入っています。普通逆ですよね。前から後ろだと思います。意図的にこうしているのか、製造時にファンの取り付け方向を間違えたのか、よくわかりませんが、個人的には背面に入ってほしかったです。もしかしたら VRM 周りに熱風を吹きかけない工夫なのかもしれません。ちなみに排気温度はそんなに高くないです。ほんのり暖かい風が出ている程度になります。ケース内が爆熱になることはなさそうです。ということで 2990WX に空冷 CPU クーラーを取り付けてみました。当然といえば当然ですが、 2990WX に対応しているので問題なく冷やせていると思います。 LED の光り方もかっこいいので、最近流行りのスケスケケースとの相性は抜群だと思います。欠点としては大きさ、巨大なのでやはりある程度大きいケースじゃないと収まりません。僕はケースの選択肢を増やしたくて水冷から空冷にしたんですが、あまり選択肢は広がっていない気がします。想定外ですが、まあしょうがないですね。次回はスリッパ PC の仮完成を目指します。仕上げですね。ケースについてはむき出し状態で2週間くらい使ってみて、問題なさそうならケース詰めする予定です。ケースの種類については、高さ 175mm のクーラーが入るロマンあるケースを創作中です。お楽しみに。